こんにちは、オーシャン東京大阪スタイリストの鈴木です。今日は、ケアパーマのご紹介です。まあ、ブリーチモのウィッグがここにあるんですけど、このウィッグに、実際にパーマを巻いてケア剤を使ったものと、使ってない状態でそのままやってしまうとどうなるのかっていう検証動画になります。で、ケアパーマって何なのっていうところなんですけど、実際にこうパーマを巻く前に、特別な処理をします。実際にこう髪の毛にそのまま巻くのではなく、下処理剤をつけてパーマのお薬にもその別のお薬を混ぜてダメージをカットするっていうものがあるんですけど、まあそれはパーマだけじゃなくてブリーチだったり、ストレートパーマ、まあ、縮毛矯正とかいろんなものにこう施せるものになるので、実際に、それをやってこの検証動画を撮っていきたいと思います。はい、では早速やっていきます。まずは、下処理剤をつけます。はい、実際に今から巻いていくんですけど、外羽のカールとスパイラルのカール2種類の、パーマの巻き方をして検証したいと思います。はい、ではスパイラルパーマを巻いていきます。実際にブリーチの履歴があるお客様が、増えてきているので、まあ、こちらのケア剤がかなり役に立ってます。僕のお客様もこう結構やんちな履歴というかダメージモの方多いので、まあ、パーマを重ねる時だったりこうブリーチモはもうもちろんなんですけど、それ以外にもこうツイスパの履歴が何度もあったりするとどうしてもやっぱ毛が耐えられなくなってしまうので、まあ、こちらのケア剤を混ぜておかないと、施術が難しくなる場合があるので、まあちょっとこうできるかわかんないっていうお客様も多いので、気軽にご相談いただければ、実際に見ながらにはなるんですけど、全然可能な場合もあるので、まあもちろんこう全員が全員できるというよりかは髪の状態にもよるんですけど、なるべくこう頑張ります。はい、では、ケア剤を使ってない方からチェックしたいと思います。はい、これすごい分かりやすいと思うんですけど、テロッテロになっちゃう。近くで見てほしいんですけど、このようにダメージが本当にひどいとパーマってかからないです。ではちょっと次、ケア剤を使った方を見ていきたいと思います。はい、ではケアパーマをした外羽のカールを外したいと思います。おー、見てください、この引っ張っても戻る感じ。これがこうケア剤を使ってないとちょっと難しくなってしまうので、すごいですね、しっかりカールが出てます。スパイラルの方もちょっと見ていきたいと思います。はい、このようにプリッとちゃんとパーマがかかった状態です。引っ張っても戻ってくるのが弾力のある証拠ですね。外羽かなり綺麗に出てます。はい、こちらが何もつけずにそのままやったパーマになります。ちょっとすごいことになってますね。やっぱテロテロというかチリチリというか、でこちらのなんといっても、はい、髪の毛が伸びちゃいます。ビヨーンって今ちぎれたの見えましたかね。引っ張るだけでめちゃくちゃちぎれちゃいますし、こうカール感も見えるようで、こうなんだろう、
かかって見えるようで全然だれてるパーマです。はい、こちらがヘアパーマした方の髪の毛です。見た目ではそんな分かんないかもしれないですけど、全然切れ毛がありません。カールも綺麗に出てますね、先ほどより。まず手触りが正直全くもって別物です。実際にちょっとワックスもつけてみたいと思います。うん、綺麗だ。はい、こちらがヘアパーマせずに、軽くワックスをつけた状態です。まあ、かなりちょっとチリチリ感が否めないというか、で実際にこれワックスつけてる時にかなり絡まりました。で、かなりちぎれてます。なのでこう何もせずにパーマをしてしまうと、やはりこうちぎれる髪の毛だったり、カールもね、正直かかってるようでかかってない、まあ、かかってはいるんですけど、ちょっとまばらというかちぎれる毛が絶対に出てくるんで、何もせずにパーマするのはちょっとおすすめしないですね。はい、こちらケアパーマで、パーマをかけた方の髪の毛になります。しっかりと外跳ね感だったりスパイラルの動きが、出ることができました。ブリッジ2回の髪の毛に、今回はさせていただきました。やっぱりこう張り腰が正直全然違うのと、スタイリングする時も引っかかりがそこまでなくかけることが、できました。はい、ということで、今回はパーマで実際にケアパーマをしたんですけど、こちらパーマだけではなく、カラーリングだったりブリーチ、縮毛矯正など全てのメニューに、プラスで3300円かかってしまうんですけど、適用することが可能です。まあ実際にこうダメージものお客様、まあ、履歴がかなりあるお客様だったり多いので、まあ、こちらおすすめしてるんですけど、まあ、正直かなりクオリティ変わってくるので、まあ、ちょっと予算は増えるんですけど、長い目で見ると、まあ、髪の毛のことを考えると絶対にやった方がいいものになります。はい、ということで、今回はブリーチ2回の髪の毛にパーマをかけてみたということでしたので、気になる方だったり何かわからないことありましたら、コメント欄までコメントお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。